こんにちは、加藤です。今日は生徒さんが持ってきてくれた綺麗なピンク色をした椿の花があるので、これを、デッサンというか、まあ、水彩の下書きですね、主に線を主体にして下書きを書いていこうと思います。用意したのはこのいつものビフアールスケッチブックと、ステッドラーの B です。では早速行ってみましょう。結構綺麗な花なんですけど、この花特徴というか、花びらがなんか先端がこう2つに割れてハート型みたいな形をしている、少し面白いデザインというか品種なんですかね。初めて見たんですけど、淡いピンク色で花びらがハート型をしている、とてもこう綺麗な花です。でもだいぶ咲き切っちゃってというか開き切っちゃってるんですけれども、こんな風に描き進めてってみましょう。2つ花あるんですけど、手前の大きく右下側を向いてる、こちらをメインに描いていこうと思います。あと葉っぱも少し入れようかな。虫食ってるんですけど、その虫食いの跡も面白いので、一緒に描いていこうと思います。とまずここが中心、おしべかながいっぱい見えているところで、で次に花びらが内側から、1枚2枚そしてこちらに3枚目、はい、いつも言ってますけれども、最初はこうぼやっとぼんやりとですね、だいたいこんな感じかなっていうのを柔らかく淡く描いていきます。あまり形を早い段階でこう決めつけすぎないで、大体のこうバランスを見ながら、柔らかく淡く調子をちょっとつけながらですね、書いていっています。まあ、いたずら書きというか探り書きっていうんですかね、こんな風に。で、筆圧弱くしてるっていうのは、あの練りゴムで消した時に綺麗に消えてくれるっていうのをまあ期待して、あまり最初から強く筆圧上げすぎると消した時にやっぱ後残りやすいので、すごく弱く淡く描いています。で、花びらが先端に行くにつれて少しこうめくれ上がってるような感じなので、その感じもうまく出せたらいいかなと思うんですけど、やはり何度も言いますが、自分に向かって飛び出てくる花びらはすごくこう描きにくいというか、距離感がね出しにくくて、苦労するところです。この辺りが自分にこう向かって出てくる、飛び出たように見える花びらですね。これも自分に向かって出てくる、向かって出てくるっていうのは、花びらの長さ厚さがこう同じなんだけど、こう前に出てくるせいで薄く見えるんですよね。薄っぺらく見える。で、その薄く見えてるんだけど同じ大きさの花びらっていうのを表現するのが皆さん苦労するところだと思います。で、一応このね、ここがその切れ目なんですけど、ハート型をしている花びらのハートのこのへこんだところですね、それをこう時々確認しながら、まあ、ハート型っていうか何型っていうんですかね、こううまく名前が分かんないんですけど、真ん中がこう少しへこんでる、そういうタイプのね、椿の花にしては珍しい花びらの形なんじゃないでしょうか。初めて見るんですけどね。ここですね、ここで一旦こう内側に入り込んで、次隣の花びらが見えてくる、向こうの後ろ側の花びらもこのちょうど後ろあたり、このあたりでハートのへこんだところにこうなってるんですね。こんな風にね、非常に面白い形をして、この後ろの花びらはここが頂点で、こんな感じですかね。こんな風に来てまた盛り上がってる。はい、最初にこう当たりをつけたこの大きな楕円なんですけど、まあ、それにだいたい入りきるような形で配置を見ていきます。ここら辺かな、こう来てこうで、次が頂点がこの辺で、こう来てこう、あと右後ろはここが頂点
点、この辺が頂点でこうかな。あ、手前にももう一枚ありました。と頂点がこの辺でこんな感じですかね。はい、大体の花びら描いてみました。描いてみたら全体を見ながらちょっと調整していきます。最初に描いた当たりの線を少しこう練りゴムで押さえつけながらトントンと薄く、まあ、消すというか、押さえる感じですね。押さえながら、余計な線を押さえながら必要な線だけを抽出し直していきます。見えますかね。ちょっと弱くなっちゃったかな。はい、大体の位置はこんな感じでいいと思うので、大きな配置はこの辺で決定にしましょう。この花びらもうちょっと大きくてもいいかな。はい、最初ここだったんですけど、少しね大きく広がりを少し持たせて、その後ろの花びらもそれに合わせて少し大きく、こんな感じかな。描いてるうちにね、だんだんこう派手になるっていうか、豪華に、花びらが豪華になってっちゃったりするんですけど、まあ、それはいいことでしょう。ということにして、花びらが気持ち大きくなってきましたけど、豪華にしていきますね。で、この辺りでそろそろ線を整理しながら、筆圧を少し上げ気味にして、これが花びらの内側、これが外側、めくれてるとこですね。ディティールを決めながら形を整えていきます。ここはこう花びらがちょうどこう重なり合っている、ちょっと特徴的なところ、内側にこう回り込んでいて、ちょうどこう鳥の羽を休めるというか、羽を畳んだような、そういう形状をしていて面白いところですね。はい、こんな感じかな。はい、で、重要なこの中心の押しべの部分なんですけれども、ここですね。多分20本30本もっといっぱいあるかな。すごくいっぱいこうシュッと細い筋が出てきているんですが、ここはね、あんまり省略することばっかり考えずに、できるだけ1本ずつ見ていきましょう。で、花開き気味なのに合わせて、このおしべの先端のこの花粉がついているところも、もうだいぶ花粉が飛んじゃってというか落ちちゃって、非常にこう形が曖昧になっているんですね。多分咲いてすぐだと、綺麗なこう形状が、このおしべの先端の形がですね、見えていたんでしょうけど、今となってはすごくこう、なんて言うんでしょう、ちょっと風雨にさらされてみたいな感じで、形がはっきりしないところが結構あります。形が結構しないのは、形が結構はっきりしないまま、はっきり見えないものははっきり見えないまま、正直にですね、見える形の通りにというか、見えない、認識しにくい形のまま描いていきます。はい、ここは焦らずに、見えたものというか見て分かった形を正直に描く。で、隣ここ、見えて分かった形を正直に描く。線が増えてくると、どれを描いてるのか分かりにくくなりますけど、そんなことは知ったこっちゃなくて、見えたものに素直に正直に反応していきます。はい。で、隣一本描いて隣描くときに辻褄が合わなくなったりすることもあると思うんですが、そこはうまくごまかしながら、幅が広くなったり狭くなったり重なり合ったりする、このおしべの細い筋をですね、できる限り見た線を描いていきます。これ何度も言いますけれども、見えてない線とか見てないのに線を引いちゃうとダメですね。ダメっていうのは、結局後から消すことになるので、見て、あ、ここに一本あるぞとか分かったことに正直に、見えてない線を捏造し始めると絵が嘘ばっかりになっちゃうので、
見えた形、見た形で書いてるうちに、あ、前に引いた、さっき引いた線が間違いだったなって気づいたら上書きしていきます。いい形を上からどんどん先に、先にというかちょっと筆圧上げながら書いていきます。はい、というわけでこんな感じ。はい、一体何なのかもわからない感じなんですけど、作者が分かっていればいいです。少し形、線を整理しますね。ここが手前の花びら、一番飛び出て見える先端、裏側に回り込んで奥へ入る、ここが一番手前、先端ですね。で裏側へ巻き込む、ここはこっちが上で、こっちが上で手前ですね。こんな感じかな。はい、でハートの区切れがあってギュッと来て向こうへ、でこの辺りから花びらがめくれている、筋はこんな、ま、とりあえず真ん中の筋だけ、亀脈ですかね、真ん中の筋だけちょっとだけ入れておきます。本当はこう、血管の脈、なんて言うんでしょう、根っこのような枝のような感じでこう左右にこうずっと分かれて広がっていくんですけど、とりあえずこの真ん中を通る一番目立つ亀脈だけは入れて、これちょっと中心ずれてましたね、形を、花びらの外側のエッジですね、花びらの終わるところを形を整えて決めていきます。ここは少しシワがあるかな、こんな風にシワがあったり、この辺りから、めくれている、そういった形の切り替わるところは見逃さずにちょっとね書き入れていきます。花びらの形もよく見ると単なるハート型というよりもちょっとね、どう言ったらいいんでしょう、何角形か角があるような形に見えるので、ここが尖っていて、ここも尖っているんですね。左右のこの辺りが少し尖って見えるかな。そんな特徴を見つけたら正直に書いていきます。これも裏側に回り込む花びら、少し内側がシワになっているんですね。ここは、はい、ここがめくれている中心部分、面白いですね。ここから外に広がって内側に入る、はい、だんだん筆圧を上げていってるんですけれども、このくらいの筆圧で、水彩絵の具を使った時にこのくらいならだいたい隠れてくれるかなっていう筆圧を意識して、この中心の位置も今ちょっとずれました。こっち側に、左側に少し動かしながら、で毎回ね、この輪郭線は新たにデッサンし直すつもりで形を見ていくと線が生き生きしてきます。同じ線を、前に描いた線をなぞるんじゃなくて、毎回そのモチーフを見て描いていくんですね。よりいい線を見つけたらそれに更新していきます。前の線をただなぞるだけだと線がどうしてもね硬くなって、弱くなっていっちゃうんですね。弱くなるっていうのは形に厳しさがなくなっていくことが多いので、毎回新たな形を発見していく、そういった気持ちでエッジを見ていきます。はい、こんな感じでしょうか。そう、ここがね、ここがちょっと飛び出てるんですよね。こんな感じかな。ここは少し欠けています。よく見たら形が少し欠けていて、こんな感じで、ここはここを頂点にしてゆったりと向こう側に回り込んでいく。ここもよく見ると一回飛び出て欠けていますね。ここ綺麗なハート型ではなくなっているところ、ここはゆったりしていますね、形が。あ、でここがその広がっている頂点というか、こことここが少し張りがあるところ、これは手前の花びらと奥の花びらと接しているところが少しめくれたように、ここですね、ここ少しめくれたように見えている、影が少し入ってるかな。
はい、そんな風に今書いてるところ、線を引きながらそのエッジにとにかく集中して、さっき書いた前回書いた線をなぞるというよりも新たにデッサンをしていくつもりで形を見直していきます。はい、こんな感じかな。そろそろ全体が、ここもちょっと張りがありますね、ぐっと張りがあって、こちらもここがもっと飛び出ていて、こうやって見ると何角形かにこう雲の形みたいにこう分かれている感じがしますね。張りのあるところ、張りのあるところっていうのが何箇所か、最初見えなかった、見つけられなかった形の特徴が2回目こう書いていたら少しなんか見えてきた、気づき始めた気がします。そんな風にデッサンって発見の連続だと思うので、毎回その見つけてやるぞ、形の前気づかなかった変化に気づいてやるぞっていう、そういう心構えで見ていくと線を引くことに飽きないというか、楽しく、より楽しくなってくると思います。と言っても、まあ絵を描くのが好きな人ってこう見ることが好きな人がやっぱり多いと思うんですね。形を見てなぞっていくっていう行為がそれだけでこう楽しいっていうかね。はい、バラの花、花びら、大体こんな感じでどうでしょう。せっかくなんで葉っぱを少しね足してやろうと思います。ちょっと他の葉っぱを避けて、この辺に持ってこようかな、この辺に持ってこようかな。これは少し思い切りよく、一筆書きじゃないけど一発で書いていこうかな。これに少しめくれてるんですよね。で、今ねこれ線を描いていて、なんか違ったなって気づいたら描くのやめて、見て分かった線を改めて隣を描き始めました。こんな風になんか違うなって気づいたら、その時にね一旦こう手を休めて、いい線、形を見つけてから描き直すといいと思います。こっちの葉っぱも少し描き入れましょう。どうしよう、この辺にしようかな。これ面白いのね、なんか虫食った穴が開いてるんですよね。これがちょっと面白いんですよね。こう切ってこんな感じで、ここですね、ここが少しね虫で食われて穴が開いているというか、葉っぱが少し欠けているんですが、その形も非常にこう面白いので、正直に欠けている形のまま描いていこうかなと思います。この部分が本来あった、ここが抜けてるんですね。はい、一応向こうとこっちととりあえず2つ入れてみました。あとこっちにももう一個花あるんですけど、それはちょっと今回やめておきましょう。はい、今日は椿の花、ピンク色のハート型をした花びらなんですけれども、生徒さんからいただいた綺麗な椿、水彩の下書きをやってみました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。